はい、第一現場へ移動してまいりました。この看板ですね、この三重県土砂などの埋め立てなどの規制に関する条例第22条による標識許可日令和2年9月の17日、三重県知事鈴木秀俊として言うんでしょうかね、埋め立てを行うもの、ね、そして埋め立て、ね、このようにしてね、許可が下りている、ね、まあ許可はいいでしょうね、許可は申請に、ね、正式に出されたら行政はその申請通りであればね、許可を出さなければなりませんね。しかし問題はこの土地なんですね。このね、以前からこのね、持ち出しですが、この土地、この入り口ね、この入り口からね、大量の参拝が僕を7月の28日にね、掘り出した時に出てきてね、その上を通ってこの土砂をね入れている。さあこのちょっとね、今ダンプが1台通っていきましたね、入っていきますね。これどこへねこの土砂を運んでいくんでしょうかね。このね、この土砂今入っていってますね。これ今見えますか、ダンプが1台ね来ました。そしてユンボが動き出しましたね。おそらくあの土砂をね持ち出すんじゃないかなと思いますね。ところがこの奥向こうにブルーとユンボが奥の方に止まっていますね。この先ほどの許可条例通りにね、9月の連休がありましたね。19、20、21とね、この時にここにね、この入り口から1日ね、80台から100台祭日ですよ、日曜日にね投入されたらしいんですね、この奥に土砂がね。ところがこれはね、この産業廃棄物が埋めてあるところを通る、そのようなことができるのかと私が三重県津市の産業廃棄物対策課へね連絡したところ、どうもね3日目の昼からストップになったらしいんですね。そしてここにね1つ目のこの入り口ですね、そしてこのようにね1メートルぐらいの土砂を積んでいて、ここにもう1つね入り口があるんですね。これこの入り口はもともとからあった入り口なんですね。そしてこの向こうに見えているこれ違法建築物、つまりね山林に立っているね、ですから今ね撤去命令がどうもね出ているように聞いているんですがね、しかしこのね奥でね工事が行われているね、三重県のね条例、そして取り締まりね、無法地帯とかしているあの向こうの奥にね、あの黄色くなった麒麟草ですね、あの谷になった奥に麒麟草が見えますね。あれはね産業廃棄物を投入しているからね、あのようなね雑草麒麟草とかがねすぐ生えるんですよというね、これは業者の証言なんですね。ですからあの中にもねたくさんの産業廃棄物が不法に投入されているね。そして今こちらで工事が行われているのは掘削ね、おそらくあのダンプカーに今ユンボで積んでいますね。これをねおそらく販売して建設材料としてね販売してるんじゃないかなと思うんですね。しかしこのようにしてね次から次へとねおかしなね許可だけを与えて取り締まりが放置されているね、この三重県の条例ね、例えば森林法、砂防法並びにね開発法
ね、この申請、そして勝手にね、今までずっと何の許可もなく、ね、自分の土地だから、山だからといってね、森林を伐採して、ね、そして土をね、大量にあのようにして、建材のね、あれに売っていく。ね。さあ、このようにしてね、私がね、約1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぶりですね、このようにしてね、工事をね、継続している。ね。ここの今、ダンプが通ってきてますね。この下にもね、大量の、ね、残土が投入され、産廃が投入されているというね、情報も入っているんですね。さあ、今ね、どのような、ね、調査が三重県の産業廃棄物対策課で行われているのか。ね、これからも続けて監視してね、この、三重県の森林を破壊するやから、そして行政に対してね、徹底的にね、追及していこうと思っているんですね。それでは、ね、この第一現場、ね、遠くでね、仕事をされている、ね、しかし、ちゃんとしてね、許可をね、申請して、許可が下りる。しかし、その許可のね、下ろし方にもね、大きな疑問が湧いているわけなんですね。さあ、このようなね、無法地帯、三重県はあちらこちらにそのような無法地帯があると言われていますので、これからも徹底して調査をして、その事実と真相の違いを皆さんにこうしてまいります。おなじみの赤い車、三有版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日は三重県1ヶ月ぶりに三重県の第一現場から放送してまいりました。それではまた今から役所の方へ出向いてまいります。